3, 2, 1, 0.7月の1日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーキュッ。昨日の真夜中、お腹が減って減って、残っていたスイカ、長男と嫁さんの分も全部食べちゃいました。スイカだけにまずいか、そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お中元の注文多数、お中元はお任せください。今日は酒昆布巻き大実食。酒です。はい、いただきます。はい、どうぞいただいてください。うまい、これ昆布がね、シコシコしてて、なんか鮭が、はい、めっちゃうまい、これ食べてください。店長まっちゃんの寝言、むっちゃ迷惑。夜中におはようとか言うのはやめてくれ。